ランクル200をコインパに置いといたら当て逃げされたんすよ。もう最悪ことで仕方ないので、どっかで動画で見たことある、あのこの温めていきなり冷やしたらボンって戻るやつ、あれやってみました。そのまま温めるやん。いやーどうだろう、これはできるだけ温かくするんじゃない、可能な限り。下調べなしでやるとこもどうかと思うんだよね。なんとなく温めてなんか冷やしてたっていう温度差があった方がいいんじゃないの。じゃあ行ってみますか、小春さん。反応もないですけど、何も起こらないじゃん。しかも何も起こらないじゃん。何も起こらないじゃん。まあ最終的にあの板金しないで直したんですけど、チャンネルページから本編ご覧ください。